函館市地域交流まちづくりセンターは北海道函館市にある公共施設。所在地は北海道函館市末広町4-19。2007年4月にオープンした函館市のまちづくりセンター。指定管理者制度を導入しており、NPO サポート函館グループが管理、運営する。主な活動は情報発信、交流場所の創出、市民活動、 NPO の支援、生涯学習の企画、運営、移住の相談など多岐にわたる。1923年、丸い毎五福店函館支店として、耐震耐火性に優れた鉄筋コンクリート構造により、3階建てで建築される。外観は洋風を基調とした金星復興式と言われる建築様式を採用し、交差点に面した角を円形に、 その屋上はドーム型の展望室が設けられた。1930年には営業面積を拡大する必要から既存部分に4階、5階が増築された。なお、建物奥の塔屋部分のエレベーターと大階段はこの時に設けられた。1934年3月21日の函館大火によって建物は全焼。同年11月営業を再開。 その際に各階の床を補強するため柱と柱を対角線に結ぶ交差針などの改修が行われた。その後、1969年に丸い舞箱館て店が五稜郭に移転するまで百貨店として1970年から2002年までは箱館市役所末広町分庁舎として使用された。1989年、その特徴的な外観から箱立市の 景観形成指定建築物に指定された。その後、建物の老朽化による安全性の問題から2005年から2007年にかけて外観の保全と安全性の確保の両立を図るための改修が行われた。外観の遺症は、創建時の3階建てに忠実に復元することを基本とし、東北伊北最古のエレベーターを保存するため、 東野部分を5階建てのまま残している。2007年4月、西部地区の賑わいと潤いを創出するため、地域交流町づくりセンターとして、スタートした。函館市景観形成指定建築物等一覧、函館市地域交流町づくりセンター、歴史祭事コーナーより、引用。ありがとうございます。